努力続かねえ。ニッチーたち捕まったのはかわいそうだけど、漢字書いて何が変わんのって感じなんだよね。漢字だけに。ん？誰か来た。トリハー君、大変よ。あれ？トリコちゃんどうしたの？急に僕の家に来て、あ、もしかして、デートのお誘い？え、デート？いや、そういった用事は1ミリもないけど。って、そんなどうでもいいことよりも大変なのよ。今から一緒にニュースを見て。え？ニュース？わかった。今朝、突然世界中から漢字が消え、街は一時大混乱に陥っています。専門家の話によると、このまま事態が進行すれば、漢字だけでなく、すべての文字が世界中から失われてしまう可能性があり、その解決の鍵は子どもたちが握っていると、本日開かれた会見で。どうやら今回の事件は、普段から漢字に頼りすぎてきた大人たちには解決できないものみたいなの。詳しいことは私もわからないけど、まだ漢字に既成概念のない子供が純粋に一生懸命書いた文字には魂が宿って、悪の組織に立ち向かえる力が手に入るみたいなの。そして私の知る限り、そんなことを成し遂げられるのはあなたしかいない。そう、トリハー君がこの世界のヒーローになるの。トリコちゃんが俺に期待してる。俺、いや、俺っち、やってみるよ。喧嘩